ども皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はスーパーソーダミュータントのシリーズを紹介したいと思います。こちらは初めて飲むしレアな飲み物です。それはこちらです。ミュータントレッドドーンの紹介です。レッドドーン、名前がかっこいいですね。近くのコンビニで買いました。アメリカではレアな飲み物なんですよね。こちらセブンイレブンとかに行っても売ってないんですよね。こちら値段は1ドル50セントぐらいでしたね。日本円で160円ぐらいです。でこちらにミュータントのスーパーソーダのことが書いてあります。エネルギーを出す炭酸飲料って書いてあります。色がいいですね。赤っていうのが結構好きです。他にもミュータントのホワイトライトニングや、あとオリジナルの緑の方レビューしたので、下にリンク貼っとくので見てない方はぜひ見てください。あ、なんかちょっとチェリーっぽい香りがしますね。フルーティーで美味しそうな匂いです。いただきます。フルーツパンチっぽいですね。シュワシュワ感も少しだけあって、モンスターのエナジードリンクの味がしますね。モンスターのオリジナルの味とフルーツパンチを混ぜた感じがします。うまい、飲みやすいですね。で、そんなに濃い味ではないですね。喉越しすっきりだし、素晴らしい美味しさですね。パンチもかなりあって結構好きな味です。完全にフルーティーですね。点数は100点満点です。美味しいし目が飛び出るくらい驚きですね。パンチも抜群です。迫力があって、こちらもトップレベルの飲み物です。レアな飲み物で探すのはねちょっと大変ですけど、また見たらね買いたいです。もっと売ってほしいですね。皆さんもこちらを見たら買ってみてください。これはぜひおすすめします。日本で売れば大ヒットになると思います。ミュータントレッドドーンの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。